お前は今日からここで暮らせ。夫にそう言われて連れてこられたのは義実家の離れだった。だが離れというほどいいものではなく、どちらかというと物置に近いようなボロ屋だ。産後の疲れを癒したいんだろう。だったらここで暮らせよ。それは完全に監禁状態というものだった。そして義母はそれに追い打ちをかけるように毎日ボロ屋の前に生ゴミを置いていった。どうしてこんな嫌がらせをするのだろうか。だがそんな時、私はゴミ袋にあるものが入っているのに気づいた。え、これって。中身を開けてみるとそこには驚きのものが入っていた。私の名前はのぞみ、28歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。だが私は夫との結婚をすでに後悔し始めていた。それは夫がとんでもなく亭主関白だったからだ。夫との出会いは合コンでのことだった。大手企業で働いていて年上で爽やかで、私は彼に一目惚れをしてしまった。そして彼はそれに気づいたのか、私にアプローチをしてきた。それから連絡先を交換し、私たちはすぐに二人で会うように。彼はデートでも爽やかでかっこよくリードしてくれていた。私はどんどん彼のことが好きになっていった。そして私たちは交際を始め、それから順調に交際を進めていった。それから1年ほどが経った頃、彼は私にプロポーズをしてくれた。のぞみ、俺の今後の人生に君にずっと関わり続けてほしい。俺と結婚してください。夜景の見える高級レストランで彼は指輪を渡して、そうやってプロポーズをしてくれた。もちろん私の返事は決まっていた。はい、よろしくお願いします。そうして結婚することになった私たち。華やかな結婚式を挙げて最高の思い出を作ることができたと思った。だがその時が私の結婚のピークだった。結婚生活が始まると夫は途端に態度を変えた。今日からお前は家事をしっかりとしろよ。うん、もちろんしっかりやるよ。私はこの時は夫の発言が亭主関白的なものだと思っていなかった。だがその後、夫の態度が徐々にひどくなっていったことで、私は夫が亭主関白だったということに気づくことになる。お帰りなさい。飯は？ええ、できてるわよ。おい、どういうことだよ。なんでラップして食卓に並べてるんだよ。え？これをレンチンしたものを俺に食わせるつもりか。そうだけど。ふざけんなよ。温め直すならフライパンで温め直せ。それか出来たてを作れよ。そんな。夫はそうやって細かく私のことを怒ってきた。私は夫がそうやって高圧的な態度をとってきたことにとても驚いた。そしてそれからも夫はひどい態度をとってきた。おい、明日部長のホームパーティーに行くから手土産を用意しておけ。え、明日。今晩ご飯を作ってる最中なのに、これから？つべこべ言わずに用意しろよ。車で行きゃ、どっか百貨店とか空いてんだろ。さっさと行けよ。夫はそうやって私をせかして手土産を買わせに行った。私は急いで車を走らせて百貨店に行き、手土産を購入して家に戻った。私が夫に手土産を渡すと、夫はそれを無言で受け取り、そして早く飯を用意しろと命令してきた。いろいろと探し回ってヘトヘトになっているというのに、夫は晩ご飯の準備をせかした。私は休む暇もなく、晩ご飯を作り夫に出した。しかも夫は何品も作るように言って、その上で一品一品熱々じゃないと気が済まないのだ。そのため私は夫にフルコースのように一品ずつ出して、今食べている料理が食べ終わる頃に、
熱々の状態にした次の料理を出さないといけない。だから私はゆっくりと休むことができなかったし、ゆっくりと食べることなんてできなかった。休日に夫と一緒のタイミングで晩ご飯を食べるときは、だいたいこうやって私は冷めた状態のご飯しか食べられない。お前は本当に食べるのが遅いのろまだな。夫のせいでそうなっているのに、夫は私をそうやって罵倒する。いつからか私は夫の言いなりになって、精神的に逆らえない状態になっていた。そしてそれから少し経って、また状況が変わった。義父が亡くなったことを機に、夫が義実家に移り住むと言い出したのだ。もちろん私には拒否権など一切なし。すぐに私たちは義実家に荷物を移動した。母さん、これからは俺たちがいるから安心してくれよ。ええ、ありがとうね。こいつは好きに使っていいから。お母さん、よろしくお願いします。どうも。義母は私に対して、そっけなくそう返すだけだった。期待はしていなかったが、義母もきっと私をいびってくるのだろう。そう思っていた。だが仕方ないと私は割り切っていた。そうして始まった同居生活。私は義母からいびりを受けると思っていたのだが、義母はいびっては来なかった。別に優しくはしてくれなかったし、いろいろと私に家事の指示をしてきたが、それでも夫のようにひどい言葉は言ってこなかった。のぞみさん、今作ってる料理だけど、もう少し甘みを入れた方がいいわ。はい。あ、おいしくなりました。もう少し味を細かく見ながら作った方がいいわね。わかりました。義母は私に厳しくしてくるのだが、義母の言うことは的確で私は家事の面でいろいろと成長することができた。掃除でも義母のアドバイス通りにやるととてもきれいになったし、効率よくできた。しかし夫は相変わらず亭主関白というか、私のことを服従させないと気が済まない様子だった。おい、早くビールを持ってこいよ。はい。なんだよこれ。冷えてねえじゃねえかよ。え、一応冷凍庫に入れて、キンキンに冷やしてたんだけど。嘘つくなよ。俺が納得するレベルに冷えてねえよ。そう、それはちょっとだけ冷蔵庫に入れていたからかも。何やってんだよ。お前のせいだろうが。だって、ずっと冷凍庫に入れてたら凍っちゃうし。凍っているのもあなた怒るじゃない。何俺に意見してんだよ。家事をちゃんとできていないのはお前のくせに、口答えしてんじゃねえ。そうやって声を荒げる夫。私はちらっと義母のことを見る。だが義母は夫が怒っても、何も注意はしてくれない。義母との間に、私は少し絆ができていたような気がしたのだが、そうでもなかったようだ。まあ、義母からいびられないだけマシだ。私はそんな風に思っていた。そんな中、私の身にまさかのことが起きた。それは妊娠だ。私はまさか妊娠をするとは思わなかった。夫とは結婚して2年ほどが経っていたが、だんだんと夜の営みは減っていっていて、ほとんどそういう行為はしていなかった。だが記憶をたどった時に、夫が酔っ払ってその勢いで私に迫ってきた時があった。おそらくその時のことが原因だろう。私はとても複雑な気持ちになった。子供ができたことはとても嬉しい。だがこの家で果たしてまともに育てられるのだろうか。私はとても不安になった。夫の横暴な態度に耐えながら子供を育てられるのか心配だったのだ。そして夫に子供ができたことを報告すると、とても面倒くさそうな顔をした。たくなんでガキなんかできんだよ。金のかかる面倒なことをしやがって。え、私はこの時にはっと我に返った。夫はこの子を絶対に愛することはない。
ようやく私は目が覚めた。子供が生まれたら私は夫と離婚しよう。そう心に決めた。夫は私のお腹が大きくなってからも私をこき使おうとしてきた。彼にとっては私や子供のことなどどうでもいいのだろう。だがその時、義母が助け船を出してくれた。妊娠の時は味覚などがおかしくなるから、料理の味も安定しなくなるわ。それに身重な状態だと、いろいろとゆっくりになってイライラするでしょ。私がやった方が早いわ。そうだな。本当に妊婦ってのは面倒だな。役立たずなんていらないんだよ。お前は俺の視界に入らないところで食えよ。はい。とりあえず、体を安静にすることができてよかった。義母は私に対して悪口を言っている風だったが、きっと夫から守ってくれたのだろう。それから私は無事に赤ちゃんを産むことができた。生まれてきたのは女の子で、天使のように可愛かった。この子のことは絶対に私が守らなければ。そう思いながら、私は病室で娘のことを大事に抱き上げた。夫は病院にさえ来なかった。そして義母も来てくれなかった。私は義母は孫の誕生を喜んでいると思っていたので、少し意外だった。でもこれでよかったのかもしれない。夫と離婚すれば義母とも離れることになるし、少しでも情がない方がいい。私は家に帰ったら離婚をしようと思った。そして娘を連れて帰ったのだが、まさかあんなことが起きるなんて。それが子供か。お前に似てバカそうだな。あの、うん、なんだ。離婚してください。は、離婚。ここに離婚届があります。私はこの子を連れて出て行きます。私がそう言うと、夫は目を見開いて怒った。そんなの認めるわけないだろ。お前は一生俺の奴隷なんだよ。そう、そんなの嫌です。はあ、口答えすんじゃねえよ。俺は離婚届には記入しないからな。お前はずっと俺の嫁であり奴隷なんだよ。そう言って夫は離婚届をビリビリに破った。そんな、まさか夫から離婚を断られるとは思わなかった。私は絶句してしまった。そして翌日、夫はとんでもない行動に出た。お前は今日からここで暮らせ。え、夫にそう言われて連れてこられたのは、義実家の離れだった。だが離れというほどいいものではなく、どちらかというと物置に近いようなボロ屋だ。手入れなんてされていなくて、至るところに埃がかぶっている。産後の疲れを癒したいんだろう。だったらここで暮らせよ。夫はそう言って私を離れの中に入れた。鍵やスマホに財布も取られ、私は逃げることも許されなかった。もし逃げたら、子供は俺が引き取るからな。お前は勝手に一人でこの家を出て行ったってことなんだからな。そう、そんな。それは完全に監禁状態というものだった。子供を人質に、私をこのボロ屋に閉じ込めたのだ。どうしてこんなことを当たり前のようにできるのだろうか。そして義母はそれに追い打ちをかけるように、毎日ボロ屋の前に生ゴミを置いていった。どうしてこんな嫌がらせをするのだろうか。義母はこんなことをしない人だと思っていたのに、私はゴミと一緒だと言いたいのだろうか。だがそんな時、私はゴミ袋にあるものが入っているのに気づいた。え、これって。中身を開けてみると、そこには驚きのものが入っていた。それは私宛てとわかるように、のぞみさんへと書かれた封筒だった。封筒の中身を開けると、そこには10,000円が入っていた。そして私は燃えるゴミの日まで、ボロ屋の大きいゴミ箱に今まで置かれていたゴミ袋を入れていたのだが、全部一旦確認をした。すると別の日に置かれていたゴミ袋、
すべてに封筒が入っていた。ある日のゴミ袋は手紙が入っていて、義母からの私への謝罪が書かれていた。義母の手紙の内容を読むと、夫は昔からああやって誰かを支配したがるような言動をしていたらしい。私は知らなかったのだが、夫は一度結婚していたことがあったそうだ。だがその時も、亭主関白というかモラハラのようなことをして奥さんを追い詰めた結果、逃げられてそのまま離婚となってしまったらしい。夫はその時に義母に八つ当たりして、義母に対してひどい態度をとっていたらしい。その後、私と夫が結婚することになり、やっと解放されたと思ったそうだ。だが夫が私を連れて、実家に帰ってきて絶望したそうだ。それで私を犠牲にするか助けるか、毎日のように葛藤していたらしい。だから義母は助けてくれたり、突き放したりを繰り返していたのか。私は義母の行動にようやく合点がいった。そして手紙を読んでくれていたら、手紙に書いた特別な暗号というか合言葉みたいなことを、義母の前で口に出してほしいと書いてあった。その後、私がそれを義母の近くで言うと、次の日にはとあるものが封筒に入っていた。開けてみると、それはボイスレコーダーだった。そしてこれがあれば、離婚に有利だろうというメモ書きも入っていた。そのボイスレコーダーには私にひどい言葉を浴びせる夫の声や、私をボロ屋に入れる前の会話などの録音データが入っていた。そしてこれをもって、弁護士事務所に駆け込むようにと書かれていたのだ。私は義母に心の中で感謝をした。これならきっと、夫から娘を取り返して離婚できるだろう。さらには義母は次の日に、5万円も入った封筒を入れてくれていた。私は計6万円とボイスレコーダーを持って、弁護士事務所に行った。そして夫との離婚について相談をした。報酬は離婚が成立してからということになり、依頼をすることができた。弁護士を通して内容証明を送り、夫が無視できない状況にした。そして弁護士が夫と話し合いをしてくれたそうなのだが、夫は終始勝ち誇った顔をしていたらしい。私が無職であり、子供を養うことはできないから、親権が私に渡ることはないと思っていたそうだ。だが弁護士が録音データを出したことで、夫の態度は一変したらしい。この音声が不利になることを、すぐに分かったのだろう。夫はどうにか離婚をせずにして私を引き止めようとしたらしいが、この証拠の音声が決め手となり、私は子供の親権を持った状態で夫と離婚することが決まった。その報告を弁護士から聞いた時は涙が出そうになった。そして私の元に娘が戻ってきた。さらには私のスマホと財布も戻ってきた。それから私は、すぐに義母に連絡を取って会うことにした。お母さん、本当にありがとうございました。いいのよ。私はあなたと孫を守りたかっただけだから。お母さんもあの人から解放されるべきです。一緒に逃げましょう。私がそう言うと義母は、いや、私は親として逃げられないわ、と返してきた。そんなことありませんよ。親だって人間なんですから。あそこまで我が子にひどい態度を取られたら、縁を切ったって不思議ではないです。だから、私と一緒に逃げましょう。私はそう言って義母を説得した。すると義母は覚悟を決めたようで、義実家を売り払い、元夫がいないタイミングで家を出て行ったそうだ。何も知らなかった元夫は、相当に焦ったことだろう。家から一人またいなくなり、さらには家が売られていたのだから。案の定、鬼伝が義母の元に来ていたが、無視をさせた。元夫は家事をする人が誰もおらず、またいつも叫んで怒っていたことを近所さんに見られて、孤立しているらしい。家事をする人がいないから、夜中に自分でやっているようで、
自炊の大変さを思い知ったそうだ。だが今さら遅いし、私たちはもう関わる気はない。元夫の番号は着信拒否をするように義母に指示を出した。それから私は義母と一緒に住むことに決めた。ああやって手紙までくれた人を信じないわけにはいかないからだ。私たちは夫に見つからないように他県に引っ越した。そしてそこで現在は私がフリーターとして働きながら義母と一緒に子育てを頑張っている。血がつながっていない私たちだが、それでも強い絆で結ばれていることが分かった。これからも私たちは二人で娘のことを大事に育てていこうと思う。じゃあ私はこの一番広い部屋を使うね。義妹はいきなり私たちの新居にやってきたかと思ったら、そんなことを言い出した。一体どこまで勘違いを続けているのだろうか。は、あんたの家どこ？ここにあんたが住む部屋なんてないけど。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して6年目に突入した。私たちは共通の友人の紹介で知り合い、それからすぐに意気投合。そして交際を始めて2年ほどが経った頃に結婚に至った。夫は優しくて穏やかな雰囲気で、いつも一緒にいてほんわかする。そのため今も私たちはラブラブで新婚のような関係でいることができている。周りの友人夫婦に比べても私たちは夫婦仲がいい方だと思う。いつも周りからは何か秘訣があるの？と聞かれるのだが、正直答えに困ってしまう。おそらくそれくらい相性がいいのだろう。運命の相手という言葉を使うのはちょっと恥ずかしいが、そう表現するのが一番しっくりくるくらいに私たちは仲が良くて幸せだった。そして共働きの私たちはコツコツとお金を貯めて、ついに夢のマイホームを建てることになった。二人で何度も不動産屋に行き、理想の家を建てるためにいろいろと相談をした。現在はもう家を建て始めていて、今は一時的な仮住まいとして義実家に住まわせてもらっている。義両親もとても優しくていい人たちで、私を本当の娘のように扱ってくれる。のぞみさん、一緒に晩ご飯の支度をしましょう。はい、お母さん。のぞみさんは本当に手際がいいから助かるわ。おいおい母さん、そんなにこき使ったら嫁いびりだと思われるぞ。なんてこと言うのよお父さん。あ、でものぞみさん、疲れてたら無理しなくていいからね。大丈夫ですよ。お母さんと一緒に台所に立って料理するの楽しいですし、むしろ疲れが取れます。あら嬉しいわ。全然嫁いびりだと思われてないじゃない。もうお父さんたら適当なこと言って。今日の晩ご飯は何かな？もうしらばっくれないでよ。あはは。私は義両親のこういう夫婦漫才のようなやりとりがとても好きだった。私もきっと夫とこんなやりとりをして自分の子供に微笑ましく思われるのだろうな。そして家族団らんで楽しく食事をして幸せな日々を過ごすのだ。私は夫とマイホームに移り住んでからの夢のような日々を思い浮かべながら毎日楽しく幸せに暮らしていた。だがそんな中、思いもよらない出来事が起きたのだ。それはとある休日に家族みんなでゆったりと休んでいた時のこと。いきなり家の鍵が開き、重い荷物を置く音が聞こえてきた。私たちは顔を見合わせて慌てて玄関の方へ。するとそこには義妹の由香の姿があったのだ。義妹が来るなんてことは私と夫はもちろんのこと、義両親も知らされていなかったようで、みんな驚いて呆然としながら義妹を見た。ただいま。義妹は私たちの反応なんて気にすることなく靴を脱ぎ始めている。
ちょっとゆか、あんたいきなり帰ってきてどういうつもり？義母が慌てながら義舞に問いかける。だが義舞は特に申し訳なさそうな顔も見せずに、自分の実家に帰ってきて何が悪いの？と言った。そして自分の荷物を持って勝手に自分の部屋へと入っていった。私たちは呆然としながらその様子を見ていた。あの義舞のことだ。きっとあの荷物は帰省ではなく、ここに住み着くつもりだろう。義両親の顔がこわばっていた。お母さんお父さん、大丈夫ですか？私の問いかけに、はっとしたような表情を見せる義両親。すまないのぞみさん。すぐに追い出すから待っててくれないか？義両親の表情はとても険しかった。それもそのはずだ。義舞は正直言って、義両親や夫を困らせる存在だった。夫から聞いた話だと、それは学生時代からのことで、みんな義舞に手を焼いていたそうだ。万引きにタバコ、朝帰りなど、不良がするようなことは当たり前にやり、その都度義両親は多方面に頭を下げて、なんとか義舞の退学を阻止してきたそうだ。だが義舞はそれに感謝をすることもなく、へこへこと頭を下げて恥ずかしい、と文句を言っていたらしい。当時夫が、母さんたちがいなかったら、お前は高校を退学になって、社会的にもっと生きづらくなってたんだぞ。と怒ったそうだが、それでも聞く耳を持たず、うるせえなバカ兄がと反抗したそうだ。高校を卒業後はニート状態で、ずっと家にいて、夜は遊び歩き、親にお金をたかり続けていたんだとか。義両親は決してお金をあげないように、毅然とした態度で断っていたそうだが、それならば援交してやると言って、義両親の不安を煽ったそうだ。さすがに娘がそのようなことをするのは嫌で、義両親はお金を渡してしまう時もあったようだ。だが頻繁にそうやって脅し文句を使ってくるので、さすがに義両親も嘘だと気づき、お金をあげることはせずに、ちゃんと働いて自分で稼ぎなさいと叱るようになった。すると義舞は、ふざけんなよ、この視線のじじばばが。こんな家出てってやる。と逆ギレして、家を飛び出していったそうだ。義両親はその時はむしろほっとしたそうなのだが、義舞は2、3年おきくらいのペースで問題を起こしては、義両親を困らせていた。やれ事故を起こしてしまっただとか、やれ不倫で慰謝料を背負ってしまっただとか、そういったトラブルで負債を抱えて、その度に義両親に泣きついてきたんだとか。義両親は、自分の責任だから自分で何とかしなさいと、義舞を突き放そうとするが、義舞はしつこく金をせびってきて、義両親がまともな日常を送れないくらいにストレスを与えてくるから、結局お金の援助をするしかなくなるそうなのだ。そして、それからしばらく音沙汰がないと思ったら、今こうしていきなりやってきたというわけだ。義舞が帰ってくる時というのは、大概何か良くない理由があるというのは、義両親の話からよく分かった。一体今回は何が理由で帰ってきたのか。私たちはとても不安になった。義舞は自分の部屋に荷物を置くと、何食わぬ顔で居間にやってきては、勝手に冷蔵庫を開けて、飲み物を取り出した。それは義父がいつも晩ご飯の時に飲んでいるビールだった。ちょっとゆか、勝手にお父さんのビールを開けるんじゃないわよ。義母がそう注意しても、義舞は気にせずに缶ビールの蓋を開けて、ぐびぐびと飲み出した。そしてプハーと美味しそうに飲んだ後に、そんなケチケチしないでよ。と笑い、さらには戸棚から、つまみになるお菓子を勝手に取り出した。その様子を見て、夫が眉をしかめて義舞に注意した。おい、いきなり帰ってきて、何の説明もせずに勝手にこの家のものを飲み食いするなよ。お前は本能でしか動けない、欲まみれの猿か何かかよ。いや、
猿の方がもう少し知能が高いかな。夫があえて義妹を挑発すると、義妹は目を見開いて怒った。はあ、うるせえなクソ兄が。っていうか、なんでここにいんだよ。まさか同居して母さんたちに金をたかってるの？義妹は何か言い返そうと、そうやって夫を挑発してきた。俺たちは新居を建てている最中で、完成までの間ここに住まわせてもらっているだけだ。家が完成したら出ていく。夫がそう言うと、義妹は感心した顔をした。クソ兄貴のくせにやるじゃん。まさかマイホームを建てるなんてね。私たちもマサトの家が完成するタイミングで引っ越すからね。ユカが居座ろうとしたってこの家はなくなるよ。ええ、何勝手にそんなこと決めてるのよ。勝手なのはお前だろう。連絡もよこさずにいきなり家に帰ってきて、今回は一体何の理由があって帰ってきたんだ。義父がそのように問うと、ようやく義妹は出戻ってきた理由を話し始めた。株に手を出したら失敗しちゃってさ。義妹から株という言葉が出てきて、私たちは驚いた。勉強をちゃんとしないと株で成功することは難しい。それを義妹のような人がうまく運用することができるとは思えない。しかも義妹が手を出したのはデイトレードの方で、一瞬にして多額の借金を背負ってしまったそうだ。そんなギャンブルみたいなことして簡単に金を儲けられると思うから、そうやって失敗するんだ。義父がそう言うと、義妹は機嫌を悪くし、仕方ないでしょ、お金がすぐに必要だったんだから、と逆ギレをする始末。とにかく行くあてがないんだから、ここにいさせて。住んでいる場所も追い出されちゃったんだから。そう言って自室にこもる義妹。私たちは4人で話し合い、とりあえず家が完成するまでは義妹もここに住むことを許可するが、借金の返済は一切協力しないことにした。その旨を義妹に伝えると、若干不服そうな顔をしたが、数ヶ月はこの家にいられると知ると、とりあえずは納得した。それから義妹との同居生活が始まったのだが、正直言って最悪だった。この料理まずいんだけど、っていうかすごく地味。何この年寄り向けな食事。義妹は私が作った料理に文句をつけてきた。すぐに義両親が、のぞみさんは私たちの体を気遣ったメニューを作ってくれてるんだ、文句があるなら食べなくていいぞ、とフォローしてくれたが、義妹は、やだやだ、年は取りたくないわね、なんて嫌味を言っていた。これならカップ麺を食べている方がマシだわ。義妹は私のことが気に入らないようで、何かにつけて私をけなすようなことを言ってきた。お姉さん、これもお願いね。私が洗濯をしようとすると、義妹は廊下にボスッと自分の洗濯物を落としていく。なんとも地味な嫌がらせだが、わざわざ洗面所を出て廊下の洗濯物を取りに行かなきゃいけないので、結構めんどくさい。他にも、本当にブスだよねとか、女なのにアクセク働いてダサいなどと私を罵倒してきた。私は相手にするのも面倒なので適当に聞き流していたのだが、義妹はそれが気に入らなかったようだ。すました顔で自分の方が上だとか思ってるわけ、めっちゃ腹立つ。そんなことを言っていきなり切れ出したりするので、本当に厄介だった。義両親がいつも家にいるからすぐに私の盾となってくれるが、正直一刻も早く義妹と離れて暮らしたいと思っていた。そしてようやく私たちの家が完成し、引っ越しの日程が決まった。これでやっと義妹から解放される。私も夫もかなり疲弊していたので、新居で暮らせる喜びよりも義妹から離れられる安堵感の方が強かった。私たちの新居の引っ越しはありがたいことに義両親も手伝ってくれた。
そのおかげで引っ越し業者を使わずにほとんどの荷物を運び込むことができた。だがこれから荷ほどきをしようかと思っていると、いきなりインターホンが鳴った。私たちはインターホンを押した人物を見て絶句。そこにはなぜか義妹がいたのだ。私たちは顔を見合わせた。どうして義妹がここに？仕方なく玄関を開けると、義妹は満面の笑みで荷物を持って立っていた。おい、なんでここに来たんだよ。夫が険しい顔をしながら義妹にそう聞く。いいじゃんいいじゃん。っていうか結構いい家じゃん。そう言って家中の部屋を見て回る義妹。ゆか、あんたどういうつもり？義母がそう尋ねるが、義妹は返事をせずに部屋をくまなく見ている。そして驚きの発言をしだした。じゃあ私はこの一番広い部屋を使うね。義妹はいきなり私たちの新居にやってきたかと思ったら、そんなことを言い出した。一体どこまで勘違いを続けているのだろうか。は、あんたの家どこ？ここにあんたが住む部屋なんてないけど。私はもう我慢の限界だった。だから夫の妹だろうが関係なく、そのような口を聞いた。義妹は、え、と言って目を丸くした。だがすぐに私を睨みつけて。ここは実家になるんでしょ？だったら私にも住む権利あるでしょ？と言ってきた。だいたい私たち家族のところに嫁いできた嫁のくせに生意気なのよ。あんたは私に使われる奴隷がお似合いよ。そう言って高笑いをする義妹。私はもう呆れて物も言えなかった。すると義母が義妹の前に立ち、こう言った。いい加減にしなさい。これ以上のぞみさんを罵倒するのは許さないわよ。それにここはあなたの実家にはならないわ。私たちはここに住まないもの。え、じゃあお母さんたちはどこに住むっていうの？義母の発言にさすがに動揺する義妹。私たちは隠居をすることにしたわ。もちろん場所は教えないわよ。そんな。それじゃあ私住む場所なくなっちゃうじゃない。義妹が慌てながらそう言うと、義父が怒鳴った。そんなの知るか。お前は今までどれだけ私たちを苦しめてきたと思ってるんだ。もうお前の面倒は見きれん。いい大人なんだから一人で全部何とかしろ。義両親に見放されたことで、ようやく義妹は自分の置かれている立場を理解したようだ。ちょっと待って。いや待ってください。心を入れ替えますから、一緒に引っ越し先に住まわせてください。じゃないと私借金の返済もできない。義妹は土下座をして何度も懇願したが、もう私たちには義妹に対する情なんてこれっぽっちも残っていなかった。何をしても無駄だよ。私たちはもう親としての役目を十分果たしたわ。あなたとはもう親子の縁を切るから。俺も兄弟としての縁を切るよ。そんな。義実家の人たちにそのように言われ、義妹は顔を青くしてその場にへたり込んだ。あ、ちょっと邪魔だから早く出て行ってよね。もしここに居座るなら容赦なく警察を呼ぶよ。私は無慈悲にそう言った。警察なんてやめてよ。動揺した義妹はふらふらした足取りでその場から去っていった。その後、義両親は義実家を売り、自分たちの引っ越しも済ませた。その時も義妹とは一悶着あった。義妹は無理やり義両親についてこようとして、義両親が乗った車を追うようにタクシーに指示をしたそうだ。だが義両親が向かったのは空港。空港に着くと義妹は義両親の前に顔を出した。そして義両親に自分も連れて行くように言ったが、義両親は完全無視。義妹は空港内でダダをこねて、周りの人たちから何事かと注目を浴びた。
それは義妹の作戦だったようだが、義両親の一言で義妹は黙り込んだ。お前、パスポート持ってないだろ。え、私たちはこれから海外で暮らすの。だからパスポートがないあなたを連れて行くことなんてできないのよ。そ、そんな。義妹はその場でへたり込んだ。そしてタクシーの運転手がやってきて、お客さん、料金ちゃんと払ってくださいよ、と義妹に詰め寄った。そう、それは私の親が。そう言った義妹だったが、義両親はこの人は私たちとは赤の他人ですからと言って義妹を突き放した。タクシーの運転手は警察を呼びますねと言って義妹の目の前で通報をした。すぐに警察がやってきて、義妹はタクシー運転手と一緒にどこかに移動した。私と夫は義両親のお見送りのために空港に来ていたが、その様子を遠くから見ていて、ざまあ見ろと思った。そして義両親が登場する時間まで一緒にいて、別れの挨拶をした。義両親は義父の弟一家がアメリカに住んでいて、隣の家に空きが出たから来たらどうだと誘われて、アメリカに渡ることにしたそうだ。もともと義父は外資系で働いていて、英語が堪能だし、義母も一度は海外で暮らしてみたいと考えていたそうで、しかも海外に行けば義妹から離れられるので、好都合だったのだ。私たちは長期の休みが取れた時にでも、義両親のところに遊びに行く約束をして、義両親が旅立つのを見送った。その後、義妹は私たちの家にやってきて、住まわせてほしいと懇願してきたが、これ以上ここにやってきたら警察を呼ぶと言うと、また慌てて逃げ出した。この前の空港での件で、警察にだいぶ絞られて痛い目を見たから、警察がかなり怖いそうだ。一応接近禁止令を出して、義妹がやってきたらすぐに通報できるようにはしたので、とりあえずは安心だろう。というよりも、義妹は多額の借金をしているから、警察よりも逃げなきゃいけない相手がいるだろう。その後、義妹がどうしているかはわからないが、数年経っても私たちの家にやってくることはなかった。私と夫は新居でとても快適な生活を送っており、そして一年に一度のペースで、アメリカにいる義両親のもとも訪ねている。義両親は義妹からのストレスから解放され、さらにはアメリカの開放的で自由な雰囲気が合っているようで、とても生き生きとした顔をしていた。物理的な距離はかなり離れてしまったが、これからも定期的に私たちはこうやって会いながら近況報告などをして、家族仲良く楽しい時間を共有していきたいと思う。